やっと少しずつ良くなってきました。もうね、胃腸炎を伴う風邪、しんどかったです。びっくりしちゃったということで、今日は待ちに待ったものが到着したので開けていきたいと思います。いやもうね、2024年もうダメかもしれないって思ってたけどね、まあ、かろうじて生きてますよ。はい、オープン。ダンボール、じゃん。はい、下には納品書が入ってました。3万円、はい、はい、もう東京ヤクルトスワローズ見えてますね。緩衝材についてるテープって剥がしにくいから見えないです。おお、ということで今回届いたのはエポックワンのシグネチャーセット2023ということで、2023年のエポックワンシグネチャーセットとなります。11月29日ですね、昨年のに12時から3日間限定で発売、まあ52セット限定ってことだったんですけど、まあね、割とすぐなくなっちゃう感じだったんですけど、まあ普通に買いました。あの、何気なく12時にね携帯見てたんでラッキーと思って即決しちゃいました。キザはなかったんですけど、はい、今回はですねシグネチャーセット15種入ってまして、15枚のうち2枚が直筆サインカード、残りが白の、これなんて言うんだろうね、プリントサインカードっていうのかな、になってます。でサインがですね、ルーキーが各10枚ずつで、村上がまさかの9枚で、残りの選手が5枚ずつということで、村上の直筆サインがね結構狙いやすいボックスになってます。まあ3万円なんでね、結構賭けなんですけど、つば九郎とかもあるしね。まあ詳しいカードの中身は中見れば分かるんでいいんですが、狙いは持ってない選手、まあ石川雅規、長岡秀樹、村上宗隆、青木宣親、あとはルーキー軍、すいません、そのあたりは持ってないんで、その辺引けたらなと思ってます。はい、東京ヤクルトスワローズ、カードが滑り出る恐れがございますので箱から取り出す際にはご注意ください。このタイプなんだ、なんか普通にちょっといい紙って感じ。これ開けると、はい、この感じはルーキー スターズ&レジェンズかを思い出すね。おお、あ、もうまさにスタレジェの感じですね。で、直筆サインはスタレジェの、カードホルダーに入っているそうです。向こうから見るとこうなってんだ。だからローダーに入ってるのがプリントサインで、ローダーに入ってないのが直筆サインと。どうやって見てこう、サインだけ見ようかな、先に。よっ。1枚ずつ見たいんだけど、なんかくっついてんだ。まあ、いいか。いきます。あ、取れた。1枚。よいしょ。じゃあ、1枚目の直筆サイン、いきます。じゃん。おお、山田哲人。球団記録に並ぶ10年連続2桁本塁打達成ということで、2023年カードの直筆サインの引き終わりが山田哲人だったんですけど、2024年の引き始めも山田哲人ですね。いやー、これはいいね。はい、2023年8月13日対阪神タイガース19回戦、巨
京セラドーム大阪に3番セカンドにでスタメン出場。5回に10号ツーランを放ち、広沢克実氏に並ぶ球団記録の10年連続2桁本塁打を達成。記録は意識していなくて、1年1年が勝負だと思ってやっている、その積み重ねだと思います、ということでした。で、これはテストなのでご尻の直筆サインとなっております。いいね、はい、もう1枚いきます。これね、なんかね、多分ね、束ねられてるね。よいしょ、はい、じゃん、お、サワイルン、いいね、プロ初スタメン、初安打、初得点。はい、2023年8月18日対中日ドラゴンズ18回戦、神宮に6番レフトでスタメン出場。急遽だったので力みすぎず試合に入れた。2回の第1打席にプロ初安打となるスリーベースを放ち、直後に先制のホームを踏んで初得点も記録と。おお、沢井の直筆サイン持ってなかったからありがてえ。いいね、42番グッチの背番号をつくっていうところもいいよね。ちょっと今回はまあ村上こそ引けてないけど、私の願望通りではないでしょうか。ということで残りのを見ていきましょうかね。はいはい、もうこんな感じです。なんかローダーも新品というか、なんか物が違う感がある。これあれ、たまにエポックワンであるよね、ここの表面のシール剥がしてないやつ。はい、簡単ではありますが読んでいきますか。高津慎吾、監督通算200勝達成。はい、4月11日対横浜 DeNA ベイスターズ1回戦、試合は4番村上宗隆の先制弾や山田哲人の今季初猛打賞。投げてはサイスニードが開幕2連勝を飾るなど6対3で勝利、監督通算200勝を達成し、愛と運とすごく恵まれている、愛ってなんだよ周りの人に感謝ですね、ありがとうございますと感謝。これ裏面、ん、あ、カードに入ってんのか。カードに裏面だけエポックっていうのが入ってますね。はい、石川雅則、プロ野球最長記録に並ぶ入団から22年連続先発勝利達成。はい、5月10日大阪阪神タイガース戦先発登板、今季3度目のマウンドで同初勝利をマークし、本当に一人でできる記録ではない、家族や携わってくれた皆さん、ファンの方に感謝したいと、プロ1年目から22年連続先発勝利を達成。すげえな、米田哲也氏、ヨネヤンに並ぶプロ野球最長記録ってことは、2024年今年勝てば記録ですね、23年連続ってことは、来年エポックワンシグネチャー変えたらそのサイン欲しいなはい、小川指名を果たして3年ぶりの2桁勝利達成。はい、9月24日カープ戦に先発し、8回4安打1失点の好投で今季10勝目。最後の試合でしたし、勝てていない状況も分かっていた、そこで勝つ意味というか使命というか、来年につながるための試合になるかと思っていた。そっか、マツダスタジアムでめちゃくちゃ勝てなかったもんね、うん、来年はね、あの小川の送りバントの写真のカードが出てくることを祈っている。刑事のサインも持ってないから欲しいんだよな。あ、やっぱ剥がしてないねメジャー行っちゃうのかな。対中日ドラゴンズ戦先発登板、いい緊張感の中でチームもいい流れに乗ったので、その勢いのままマウンドに立ちました。今季初マウンドで5回無失点、4投手の完封リレーに貢献。チームは球団80年ぶりの開幕5戦4完封で球団新記録となる開幕5連勝を飾った。この時はまだ調子良かったからな。あ、
直筆サインもあるけどシグネチャーもあるんだ。あ、そうなんだ。あ、あ、そうっすか。お、やったー。テストの1番長岡ランダセのセンス、人生初逆転サヨナラと。はい、5月5日のベイスターズ戦、8番ショートでスタメン出場。水かけられるの憧れだったんですけど、予想外すぎて準備していなかったと言われましたと。1点を追う9回2アウト1塁からライトスタンドに飛び込むプロ初サヨナラホームラン。両チーム11本のアーチが飛び交うラン打線を劇的な一発で締めくくった昔ヤクルトとかピルクルかけてたけども、今水なんだよね。寒いしベタつくもんね。これの直筆サインがね欲しかったけどね、しょうがない。村上宗隆書かれてるよ、中途半端に。はい、2023年、あ、開幕戦か。4番サードでスタメン出場。初回に走者を1人置いて迎えた今季初打席にバックスクリーン左へ、自身初の開幕戦弾となる戦。自身初なんだ。さっきの最終打席に続く2打席連続ホームラン。そっか、56号が最後だったのか。うん、いい写真だ。はい、試合日今年はお願いします。結構シリアル20が多いね。中日ドラゴンズ戦、1番センターでスタメン出場。個人的に塩見は1番以下がいいんだよな。チャンスに強いし。オカルトかな。3回にタイムリーツーベースを放つと、4回には甘めを目付けして思い切って打ちに行きましたとバックスクリーンへ飛び込む7号満塁ホームラン。4安打5打点の大暴れで、やっぱね、チャンスに強いんだよね塩見。青木さん欲しかったな。青木の直筆サイン持ってないんだよな。ベイスターズ13回戦の6回ワンアウト1、2塁の場面に代打で出場。ファンの声援が後押ししてくれたと、一時逆転となる3号スリーランを放ち、史上46人目となる通算1000得点。へえ、46人目なんだ。1000得点って意外といないんだね。クルリンパチャレンジついに成功。これの直筆サイン引いてもちょっと面白かったけどね。暴露のサイン1枚持ってんだよな。5月23日阪神タイガース戦、5回終了時に行われる恒例の空中クルリンパチャレンジで、頭上に放り投げたヘルメットが尻尾の上へクルリンパ、感覚的に引っかかってる感がしたので、そーっと立ち上がりました。でへへ、たまにこんなにアクシデント的なこともありますので、多少は期待しつつ、球場にお越しの方はトイレタイムかと思いますが、興味を持ってほしい。なりきり。誰かが言ってたよね、わざとやってないでしょみたいな。本当だ、尻尾に引っかかってる。あ、刺さってる。見えないか。面白。はい、吉村康城プロ初勝利。ああ、22だった、惜しい。阪神タイガース6回戦に先発登板、自己最長の6回を投げ2安打1失点、自己最多の8奪三振を奪う力投でプロ初勝利。長く感じました。率直にめちゃくちゃ嬉しい気持ちでいっぱい。イニングボールは両親に渡したいと喜んだ記念すべき1勝で、チームは球団通算4444勝目を飾ったと。今年はお願いします。はい、そっか、西村って2位なんだ。ドラフト2巡目、東京都内で。2022年だもんな。なんか時が進むの早いな。自分のアピールポイントはミート力だと思っているので、どんなピッチャーが来てもどんな球を投げられても対応できるようなプレーを見せていきたいと思います。面白いね。こっちは書いてないもんね。試合ほとんど出てなかったりとかでない場合はこうなるんだね。はい、そして澤井蓮プロ初スタメン、初安打初得点。はい、中日、あ、これさっき読んだか。自分にこのヤクルトのさ、ネイビーゴールドなんかかっこいいよね。そうは入れんと。はい、新入団発表、早く一軍に上がれるよう頑張りたい。匠、坂本、今年は投げてないのかな、一軍では。12月6日に東京都内で発表会が開催。力強いストレートと、どんなバッターにも強い気持ちで向かっていけることが強みだと思っているので、そういった部分を生かしてプレーしていきたいと思います。はい、お願いします。
ラスト、こっちが直筆でも嬉しかったな。プロ初安打が衝撃のグランドスラム。まだね、北村選手と沢井選手がねごっちゃになるね、ゴミクスヤクルトファンでごめんなさい。はい、広島東洋カープ17回戦に7番ファーストでスタメン出場。オスナいなかった時期、あ、オスナがベンチにいた時期か。3回ワンアウト満塁から広島先発森のチェンジアップを振り抜き、レフトスタンドに豪快に突き刺さる満塁ホームラン。ルーキーがプロ初安打で満塁台をマークしたのは56年ぶり、史上3人目の偉業となり、本当に嬉しい最高の結果、歴代の偉大な先輩に少しでも肩を並べるように結果を残していきたいと。このね年代のルーキーはね、あの私の推してる木澤世代もそうなんですけど、活躍してくれそうな選手が多いので、いや毎年ね活躍してほしいんだよ、欲しいんだけどね、限界もあるからね、その中で頑張ってもらいたいなって思いつつ、いかがだったでしょうか。シグネチャーセット、私初めて買うんですけど、思ってたよりね満足度が高い、うん、あの買える人はぜひ買ってみて、いやでも私が買えなくなっちゃうかもしれないんで買わなくていいんですけど、面白い。やっぱね塩見と鉄斗ってなんか似てるよね、横顔は似てないんだけどそれ以外が似てる。ここにつば九郎入ってくるのってヤクルトならではなのかな、他のチームマスコットいるんですかね、ちょっと気になる。これオリックスとか吉野部とかいるともうそれだけで争奪戦だろうね。村上今年調子良くなかった、昨年かそんなに調子良くなかったから買いやすかったけど、はい、ということで初のシグネチャーセット、そして2024年初開封は山田哲人沢井蓮の直筆サインカードとなりました。うん、これで3万円はねお得だね、いいね、ちょっとね癖になりそう、破滅するわと思ったけど1年に1回しかないもんね、1年に1回のお祭り開封だと思って楽しめます。ぜひ皆さんも来年、今年か、今年は買ってみてはいかがでした、いかがでしょうか。ということで2024年も開けたいものがあればどんどん開けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。